こんにちは、ひかりです。今回はおもちゃのリサイクルショップトイプラネット藤岡店さんっていう群馬県にある店舗に行ってきました。今回ね、僕の運転でちゃんと行ってますからね。今までね、チャリとか使ってたのに免許を取ったおかげでトイプラ巡りを車でできるぜっていうね、夢が叶いましたよ。ちゃんと僕運転してます。免許取ったんですよ。1回目僕のね、昔のビデオブログとか見てもらえばわかるんだけど、1回僕ね、免許取得に失敗しておりますのでね、2度目で成功して、今はこうやってね、免許持って運転して、さあ藤岡店さんやってきましたよ。ここですね、駐車場ね、まあまあちゃんとあるんで安心して止めれるかなと思います。さあ行くぜ、入店。今回はね、仮面ライダーコーナー見ていこうかなと思います。仮面ライダーガブのね、変身セットもう売ってました。なりきりセットですね。ショーケースに入ってた。早いよね、結構早く入荷するんだよ、トイプラさんって。で、この藤岡店入り口入ってすぐの仮面ライダーコーナーです。割ともう店舗のほんと中心って感じかな。歴代のね、仮面ライダーたちのね、おもちゃがいっぱいあるんですけど、ここら辺がね、下のフルボトルとかキーアイテム系の100円のコーナーもね、いつ行っても充実してますね。で、これ僕が大好きなブランクゴーストアイコン、稀に100円コーナーに間違えて入ってる時あるんですよ。その時がラッキー。間違えてなのか、ちょっとわざとなのか分かんないけど、そう、100円で売ってくれる時もあるんですよね。そして僕のね、まあ仮面ライダーコーナーでは一番好きなのはここかな。ここも100円コーナーなんですけど、ソフビを中心としたコーナーというか、まあ食玩ソフビとかが多いかな。これとかね、出来すごいよね。やっぱすごい。オーズの頃とかね、ガイムの頃とかすごいね、ソフビいっぱい出てたからね、食玩がね。で、フォーゼは結構800サイズよく見かけるイメージですね。で、響きとかもやっぱかっこいいよね、ソフビね。だけど、最近のソフビもバカにならなくて、こういうね、バルキリーとかもね、まあできいいし、まあ値段高くなったけどね。食玩とかも結構いいんだよな。まあジオとか、まあジオはね、まあまあそこそこって感じかな、食玩ソフビ。だけどね、まあまあ、背面塗装はね、省略されてるのはしょうがないと思うんだけど、僕的にやっぱね、リヴァイがかっこいいかな、最近。あとゼロワン。リヴァイゼロワンあたりがかっこいいと思います。食玩ソフビね。この辺100円なんで、まあ定価より全然安いかな。最近食玩ソフビって言ってもね、クーガンの時とかは100円とかだったけど、今全然100円じゃないからね。クーガンの時は確か箱に入って100円だった記憶ありますね。僕もスーパーで、当時アピタっていうスーパーがあって、そこで買ってもらったな。お、仮面ライダー01のなんだっけ、シャイニングアサルトホッパーだっけ。超かっこいい。なんかスピードめっちゃ上がるやつだよね。こっちもね、まあ両サイドに食玩とかのソフビがあって、まあ食玩だけじゃなくて500サイズとかも結構あるんだけど、これ食玩サイズよりちょっとちっちゃかったんだけど、まあ食玩から昔の兜かっこいいね。この黒い兜なんていう名前なんだろうね。ダーク兜とかそういう名前かな。ちょっとわからないけど。兜ね、ちょっとまだね、兜ぐらいの頃って物語が暗いんだよね。そしてデラックス版って書いてあるね。キーアイテムね、こんな感じで。まあちょっとね、レアなやつとかはこういう風にフック掛けになって、デラックスとかガチャ食玩とかって書いてありますね。そしてこの上の方にはね、まあこの辺がエグゼード関係かな。で、ゴースト。まあ年代ごとに並んでる感じですね。で、このね、棚の中腹にもこうね、ショーケースがありまして、こことか結構ね、でもね、トイプラネット全店舗に言えるんだけど、ショーケースに入ってるからって高いわけじゃないんだよ。そんなに。結構、あれこれの全然安い掘り出し物じゃんみたいなのが、ショーケースに入ってることもかなりあるんで、ちょっと謎なんだよね。結構さ、店舗によって、リサイクルショップによってはさ、ショーケースの中異常に高くて、え、これ売る気あんの？お店のコレクションなの？みたいな値段つけてる店舗とかも多いんですよ。特に、まあ、都内とかになると外国人向けの値段とかになってる、お土産価格とかになってるとこ多いんだけど、トイプラネットさんはね、基本的にショーケースもね、もう売る気満々みたいな値段ですよ。デラックス版。おお。これね、カンドロイドのね、シリーズで、なんかヘビみたいのいたよね、さっき。で、ダブル。おお、4000円ぐらい今。で、電王。まあ、これはレジェンドかな。一応古いライダーたちの玩具が集められてるんだけど、やっぱり、もうレジェンドアイテム的なのになっちゃってますね。で、ここね、個数制限あるんだけど、ガンバライドも売ってるっていうね。
4個までって書いてあったかな、お一人様。買い占められないようにだと思うんだけど、今時ガンバライドって買い占める人いるのかな。で、こっちにはこのショーケースね、いいよね。最近の、てかなんかすごウラタロス不備できんだけど、これプレ版とかのかな。あと謎のやつ一人いたけど誰。あとは新仮面ライダーとかかな。このなんか1万円するんだね、この無限ゴーストアイコンのなんかプレ版限定っぽいやつで、あーバルキリーのあれね、アーゼロワンね。で、この辺がプレ版とかのアイテムが多いかな。そうだね、プレ版系 CSM とかね。ブラック、ブラックサンだっけ。まあ、ね、去年までの、去年っていうか前回までのライダーのガッチャードのね、コレクションアイテムのカードでしたからね、前回は。今回はお菓子か。あ、これ5000円なんだ、今。これ欲しいんだよね。あの、ビルドの時に出てきた。強化アイテムって言えばいいのかな。これもビルドだね。あ、これはあれだ。フワさんが力ずくでこじ上げたやつだ。あ、フワさん全部力ずくか。力づけでこじ上げられるんかいっていうね。なんか後半それも話題になってたしね。ふわさんが言ってたよね。あ、クロスセーバーだ。クロスセーバーですね。最近まあまあ見かけますね、トイプラネットでは。そう、ふわさんがさ、なんか俺が力づけで開けられるような、なんかもう、なんか言ってたね。なんか、そう、言ってた。これギーツだね。これも100円なんだ。レイズバックル。ワンダーライドブック。プログライズキー。ライドウォッチ。フルボトル。バイスタンプってあんま100円でないけど、でもちょこちょこあるんだけどね。今日はあんまなかっただけかな。で、ここら辺が800サイズの仮面ライダーソフビと、下の方はね、一番くじではないか、まあプライズ品のソフビが多いかな。一番くじのソフビとかもあるんだけどね。ポーズ取ってるやつが一番くじで、プライズはすだちかな。今のこっちの方はね、ロボット系のおもちゃですね。なんかね、ちょっと売り場いろいろ変わってて、昔はね、ここね、前はまでは、ここら辺がね、ちょっとウルトラマンとかあったんだけど、ウルトラマンコーナーは別のコーナーになって、今ここね、トランスフォーマーとかロボット玩具、この文字化ける、実はね、この文字化ける売ったの僕なんすよ。売れ残っちゃったっていうね、だいぶ前に売ったんだけど。Amazon で買って家に置いといて、でもなんか開けんのもなんかもったいないっていうか、断捨離することになって、まあこれはいいかなと思って売っちゃったんすよ。トイプラに。だから Amazon のシール貼ってあると思うよ。Amazon で僕買ったから。お、ギルス。なんだっけ、ギルスの強くなったフォームね。これさ、やばいよね。あとね、ここら辺のクーガすごいのは武器付きなのよ。もう武器付きのクーガの状態のいい800サイズ首って、箱入りと何ら変わんないからね。あ、で、これデネブなんだよね。これなんだの、これ初めて見た気がするんだけどさ、ショーケースとかにいてもおかしくなさそうじゃん。これなんか限定ソフビなのかな。カラーリングが全然違うんだよね。なんか石化したみたいな感じになってるけど、どうなんだろう。しかも値段そんな高くなかったっていうね。さっきのギルスの方が高いっていうね。ギルスは別にあれ限定じゃなかったと思うんだけど、僕もちっちゃい頃持ってましたね。ここら辺がちょっとアニアとかかな。これなんだろう、これアニアなのかな。これもアニアのプレセット的な。これアニアのね、ライオンバス。この辺が生き物おもちゃのコーナーになるのかな。まあこうね、アニア系が多いんだけども、これもアニアなのかな。なんだろう、シュライヒとかそういうのかな、違うかな、なんだろうこれ。意外と虫人だったりして、いや虫人じゃないか、虫人って値段下がんなかったよね。あれ辺のなんかおもちゃには珍しいというか。こっちポケモンコーナーですね。キーホルダー、ゼニガメかわいい。なぜかね、デオキシスがくっついてきてるっていうね。スカイフォルムかな。で、こっちにもポケモン系で未開封のガチャガチャあるな。なんだろうこれ。あー、はいはいはい、ラバー系か。ガチャガチャのラバーキーホルダーみたいなやつだね。今のあれじゃん、クワッスの進化系なんだっけ。ウェーニバルだっけ。ウェーニバルの進化前だった気もするな。これなんだろう、チャギントン的な。ピカチュウ、毒クラゲいるな。ポケモンキッズいっぱい売ってますね。まあこれ100円なんですよね。で、上の方にはね、ぬいぐるみいっぱいあるね。もうめっちゃポケモンぬいぐるみ出してるからね、
ケモンセンターとかプライズとか、まあポケモンセンター系が多かったな。でもこの辺とかね、タカラトミーが発売してる市販品とかもあったりして、まあタカラトミーに限らずか、サンエー貿易とかがいろいろあるよね。でここら辺が恐竜フィギュア、この辺100円だけど、まあダイソーのとかも多いかな。あ、これ最近のアニアですね。最近のアニアってなんか名前付きなんだよね、それぞれ。これなんだろう、ハッピーセットかな、マンモス。え、何のやつだろうこれ。なんかディズニー系かな、まあ、首振るよっていう、プラスチッキーな感じがいいね。うん、100円の多いね、ダイソーのね。あ、これいいね、オムナイト。オムナイトじゃないか、あれだよ、なんだっけ、三葉虫じゃなくてアンモナイト。お、未開封ガチャ、ポワットライト。ライトになるんだ。あ、はい、小鳥が光るっていうね。最近僕ね、フリマでね、あのワニヤマさんが光るガシャポンのやつ買いましたね。ポワット、これへんちょっと面白いんだけどな、このワニとか。できいいよねと思ったら100均のっていう場合あるからね。あとね、こういうところで結構ね、こういうね、ガチャガチャのフィギュアみたいなやつ、これ多分ガチャだと思うんだけど、意外とできいいの多いんですよ。今400円500円するから。橋本美代っていう人が木彫りで彫ってるのをモチーフにしたあのフィギュアとかあるんですけど、そういうのこういうところで見つかるとラッキー。あ、ミニラだ。そう、最近ウルトラ怪獣を彫ってたね。お、これは仮面ライダーの怪人 HG シリーズ最近のやつかな。ってことは一回500円するからね、定価は。そう、HG とかはやっぱね、中古で買うと結構良かったりするんだけどね。多分今ね、見てる途中だったんだけどね、なんか少年が来ちゃったからね、ちょっと今こっち移動です。そしてこっちボードゲーム系かな。下の方に100円コーナーこっちにもあるんで、ぜひこっちもチェックしてほしいかな。あ、ディズニープリンセスのおもちゃ、トヨザラスとかで売ってるようなやつかな。こういうのって結構遊びやすいから僕は好きだけどね。あ、お面もある。こういうね、100円コーナーに結構掘り出し物あるっていう、まあ掘り出し物感が強いから、まあ楽しみを味わいやすいのかなっていう。お、これあれじゃん、お祭りのやつじゃん。この上になんかゴムみたいなのがついてて、こうボンボンボンってやる。かな、人形釣りみたいなやつかな。プリキュアとかある、ね、お、これ初代じゃん。キュアブラックとキュアホワイト。で後ろに名前わかんないけど追加戦士みたいなのいるよね。途中から3人になるんだっけ。キューポスいっぱいあるね。キューポスは出すぎたね。で、こっちね、また今度別動画でもちゃんとやるんだけど、特化コーナーっていうね、超お買い得のコーナーもあったりするんで、ぜひ他の動画もいろいろご覧ください。ということで今回はね、おもちゃのリサイクルショップ、トイプラネット藤岡店さんの仮面ライダーコーナー中心にお買い物してきました。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。バイバーイ。